赤初竹は、ベニタケカチチタケ属で最も有名なキノコの一つである。ヨーロッパで見られるが、新葉樹と共に偶然移送されて、松の人工林で育つものが見られる。古代ローマの町ヘルクラネウムのフレスコ画には、赤初竹が描かれていると考えられており、キノコが描かれた最も初期の事例の一つとなっている。カール・フォン・リンネは、1753年の植物の種代日館で、 ラテン語で、ビ味を意味する、形デイリチオススにちなみ、アガリクスデイリチオススという学名を与えた。彼は、このキノコの匂いを嗅いで、味を高く評価されている父竹と同様に味が良いと考え、この名を付けたと考えられている。1801年に、オランダの菌類学者、クリスティアン・ヘンドリック・ペルズームは、編集商名を加え、1821年に、 イギリスの菌類学者、サミュエル・フレデリック・グレーは、著書ザ・ナチュラル・アレンジメント・オブ・ブリティッシュ・プランツの中で、この種を、現在の父竹属の中に置いている。英語では、サフロン・ミルク・キャップのほか、レッド・パイン・マッシュルーム、または単に、パイン・マッシュルームとして知られる。北米では、オレンジ・ラテックス・ミルキーとも呼ばれる。スペイン語では、ニスコロ、ニコロ、レベラン、等と呼ばれる。 カタルーニャ語ではローベロと呼ばれる。ジローナ地域では8月末の浮き後の10月に松の木の近くで採集できることからピナテルと呼ばれる。本種及び赤初もどきはトルコ語でどちらもカムメルキジーまたはカンターと呼ばれる。ルーマニアではラスカバイとして知られ周期に北部地域で見られる。赤初竹の傘は凸型から壺型の人参のような大々色で、 若い頃は、内側巻いており、直径4から14センチメートルで、しばしば中心から暗い大々色の模様が入っている。傘は湿っている時には粘着性であるが、乾いていることが多い。死で性ヒがは多く、しばしば中空で、長さ3から8センチメートル、厚さ1から2センチメートルの大々色の縞模様を持つ。キノコを押すと新緑色に染まる。新鮮な時には、 変色しない大が赤色の乳を染み出す。北米では青色に染まり赤色の乳を染み出し、同じく食用であるラクテリアスルブリラクティアスと混同されることが多い。赤ハツタケは酸性土壌の信葉樹の下で育ち、宿主と近婚関係を築く。ピレネサンム薬南部やポルトガル、ブルガリア、スペイン、ギリシア、イタリア、キプロス、 フランス等の地中海盆地で見られる。トルコのイズミル県やアンタルヤ県では本種及び赤初もどきを採集して販売している。キプロスでは高高度のヨーロッパ黒松やカラブリア松の森林で大量の赤初竹が見られ地元の名産として珍重される。世界中から集められた株の分子系統解析を行った結果、菌類学者のジョリンでーイチンク、 アンネミーケ・バービキン、スティーブ・ミラーは、ヨーロッパの赤発けは、北米や中米のものとは、遺伝的にも、形態的にも異なる別種であると結論付けた。チリ、オーストラリア、ニュージーランドには持ち込まれ、植林された、ラジアータパインと共に生育していると報告されている。オーストラリアのビクトリア州マケドン地域、ニューサウスウェールズ州オベロン地域は、特に、 ポーランド人コミュニティの間でこのキノコの採集が盛んな地域で夕食用の皿くらいの大きさにまで育つ。ビクトリア州及びニューサウスウェールズ州のイタリア人、ポーランド人、ウクライナ人、その他の東ヨーロッパに起源を持つ人々は周期の雨の後からイースターの頃までこのキノコを採集するために旅をする。赤八ケはベニマツの森林でもよく生育し、ロシア料理でも 非常に人気の食材である。8月から10月初めまで採集され、揚げ物、塩漬け、酢漬け等にして食べられる。赤ハツタケをスライスすると、端に大々色の乳汁が現れる。赤ハツタケは、イベリア半島、特にカタルーニャ州の北部で広く収集され、スペイン料理やカタルーニャ料理に用いられる。あるレシピでは、軽く洗ってから、 少量のニンニクを加えたオリーブ油で傘を丸ごと揚げ、オリーブ油とパセリに浸して食べる。同時に、このキノコを調理するときには、バターは決して使ってはいけないと言われる。さらに北東では、プロバンス料理にも用いられる。ポーランドでも採集され、伝統的にバターで揚げて、クリームを添えるかマリネする。ロシア料理では、伝統的に塩漬けにして保存する。キプロスでは、 通常炭火で焼いて、オリーブ油とレモン、またはビターオレンジでマリネする。または玉ねぎと共に揚げて、赤ワインと合わせる。液体ワインで育てると、赤ハツタケの菌止体は、脂肪酸とクロマンマイナス4オン、アノフィン酸、酸、ヒドルキシアセチルインドール、エルゴステロール、環状時ペプチド等の様々な物質の混合物を生産する。ありがとうございます。